buenas a todos, viajeros. Vamos a ponernos ahora con lo que viene siendo la guía de todos los finales de los encuentros con Sayu. Antes de comenzar, me gustaría deciros que si os gusta el contenido, suscribíos, dejad un like, un comentario agradable, activad la campanita y estad atentos a la pestaña de comunidad. También hacemos directo por Twitch todos los días a partir de las 2 del mediodía de la de España y estáis súper invitados, así que os espero por ahí. Ahora, vamos a comenzar. おかしい。いつもはミコペ？緊張して、せつに何か用か。その八重堂に面白いこと、それに今日の天気は何か用か。本当に何もない。もう行くぞ。おか、主はミコ姉さんと同じよ、よかろう。本せつは週末版暗殺もそのうちの一つ。なぜ全くこんな慎重だから。まあ命令のない。おかしい。説のとこ、このことを気にするあまり誤解されるのが。もし主を、結局主は全く怖がらず、誰を当たるつもりだ。シャブ業の人か。巫女でも彼女なら、この彼女のところに連れて行くことは、そして罰として、彼女は鋭いゆえ、せ決して説を裏切るなよ。あの子、あら、こんなところでお会いできるとは。はい、上里お嬢、私に何かご用でしょうか。はい、私は、その子は忍者で、ま、ここはさえがよく居眠りする場所です。何か心当たりはありませんか。その子、そう、わかりました。誰から聞いたのですか。それともでしたら、きっとかん、あなたはシャブ業に協力したことがあるお方、サユ？それなら心配いりません。たとえサユみたいな、もちろんあの子はまだ若いので、そのような。どうしました。では念のため、シャブ業に、私は神社の巫女ですが。では私に任せてください。しかし私の勘では、本当にサユに会っていないのですよね。サユ、見つけましたよ。出てきなさい。逃げても無駄です。早くこっち。サユはそのような命令を受け、ごめんなさい。先ほどはこの件、シャブ業でこの命令のことをきちんと書く。じゃあもう切によ。サユ。は、はい。私に捕まったのにまだ逃げようとするのですか。優秀な忍者は規則正しい。鎮守の森まで引きずるのでも。ごめんなさい。主もついてき、そう面倒なことじゃない。主を巫女姉さんのところに連れてきて。まったくもう。
ここにしましょう。私はシャブヨに行って、アーツアユ、先に準備運動をしておきなさい。わかった。ニコ姉さん行っちゃった。主に協力してもら、ニコ姉さんはすごいんだ。主が凄腕なのは知っている。説を見捨てる気、今主の目の前で繰り広げられ、説は十分な睡眠を、ならば、睡、しかも、寝ると身長、他の忍者たちは、高い木に飛び上がっ、同世代の忍者たちは、みんな背がの、当たり前だ。主も起きている時、そうだな。ちゃんと、ダメダメ。このままでは、説は、ただ寝るのが、うむ。最初の頃は、早く、今は起きていてもぼーっとしていて、どうしたらいいのか、教えてくれな。起きた状態で、身長を伸ばす方法。なるほど。理にかなっているな。少し食べただけで、わかったぞ。それもそうだな。彼女が帰ってきたら。ここはいい匂いがする。君の魅了亭いらっしゃい。そうだな。時間が惜しい。ゆっくりしている場合じゃ、背を伸ばすことについてなら、それに、一度にこれだけ、もしお腹いっぱいになった、いや、ダメダメ、やった、感謝するぞ。これらの料理を全部食べたら、そうだな。じゃあ、なんだだ。少しでも、セガンでも、もし、団子が、おな、団子は、とても恐ろしい。そんな、身長の、もう少し頑張っても、さっき食べたものが、お腹が苦しいから、いざ。少し作戦を変更するぞ。これは別にズルじゃない。ダメダメ。自分きつければ、そうすれば刹那、実は忍者は機敏であるべきだ。体はきっと刹那の思いより、とにかく人参が二つ残ってる。いや、ちょっとやっぱり出ないと悔しい。そして、サユ、サユ、しまった。巫女姉、どうしよう。いや、もう逃げられない。刹那の技を見て、うわだな。人参冒険者はいつも同じ過ちを繰り返す。ここはいい匂いがする。君の魅了亭いらっしゃい。そうだ、時間が惜しい。ゆっくり背を伸ばすことに、それに、
一度にもしお腹いっぱいにな、いや、ダメだ、やった。感謝、これらの料理を全部食べたら、そうだな。うん、なんただ、少し動きでも、せでも、も、団子。団子が、お腹のな団子は、とても恐ろし、そんな、身長を伸ばす。他に何か方法があるのか？あ、説は、運動についてもし、なるほど。そういえば、いや、そんなことないぞ。わかった。せつ、すみません。あなたたち、じゃあ、私の悩みを聞いてくれ。このままだと仕事に影響が出るから。悪党がいるなら、せつの人。ありがとう。それじゃあ、そいつらの活動場所。やっぱり砲塔まだ動きづらいけど、相手を間違えたら、この剣はわかるかい？ひどいやつが突進して、それで後ろにかわしたら、背の高い、もうおしまいだ。今までの努力が台無し、当然のことだ。普段は誰にも頭を下げも、やる気はそがい、頭を触られたのはとても不可。せごめん、少し気分が、そうだな、説が焦りすぎたせいで、神様に、本当に大丈夫。方法、このまま続けても、背が伸びた感覚？あ、それこそ、説が望んでる、説も、高い、のしに。途中びっくりしたぞ。せ、この場所は、このような高いところに来ると大したことではないが、例えば、それと、普段は怖くていけないような水深、あとは、ふい、ふい。そして、もっとち、そうすれば、保護者もいらなく、それから、一人でいろんな場、でも、その、そうだ。主は、忍術を使える人と、ほら、やっぱり説の身長、背が伸びたら、主、うい、また高いところに来たい。え？どういう意味だ？そうだが、ん？え？
ここにしましょう。私はシャブ寮に行って、サユ、先に準備運動しておき。わかった。ミコ姉さん行っちゃった。主に協力しても。ミコ姉さんはすごいんだ。主が凄腕なのは知っている。セッ、今主の目の前でセツは十分な睡眠をとり、へへ、ならば、しかも寝ると。他の忍者たちは、高い同世代の忍者たちは当たり前だ。主も起きている。そうだな。ちゃん、ダメダメ、このセツは。うむ、今は起きていてもぼう、どうしたらいいのか教えて。ミコ姉さんから逃げるために、ミコ姉さんはセツがどこを好む。この付近に寝れるところがないか。形は精神と共にあれ。動くべきだ。スライム、なぜスライムがこんなところに。先にやってよう。はあ、これでは安眠がで。そうだ、外からは見え見えだが、景色が。スライムはめったに来ないのに、今は砂ぼこりが舞ってるし、当然のことだ。常にミコ姉さんを警戒する必要がある。た、それが原因で、他の音で目が覚め、昼間おどおどしすぎて、夜にでも幸い、セツたちはすぐに。ただ、寝る場所を変えな、一応あるが、ミコ姉、セツについてきてくれ。ここはまだ大丈夫。いや、待てよ。そうだ、これを。石の上にも。くそ、これはミコ姉さんの上等手段。なんてことだ。わからないけど、でもセツも隠し、まるでセツの天敵だ。でもミコ姉さんがセツの。ちょっと待った。忍具全部片付けないと。キツネやホ、じゃあパパッと片付け。忍具をこのままにして片、今度週末版に行ったと。とにかく早く。やっと全部拾え。さっき聞く。よしよし、変なものをさ。彼らのお家だ。ただ寝るのはどう。さっきの状況から判断する。ということは、これまで落とす。ダメだ、人が多すぎる。はぁ、もうこんな状況となっては。ミコ姉さんから隠れるには。うん、ミコ姉さん、誰にも気づかれないようにぐっすり寝ることができる。では。ミコ姉さん以外にも。でも今さら後、気づかれないように。
はあ、幸い、誰、実はずっと前から、はあ、はあ、いろいろ助けてくれて、週末版の仕事は嫌だか、でも、さゆ、そ、なな、巫女姉さん、どうしよう、どうしよう、すまない、頼んだぞ。あら、暗殺の件を確認するため、左右はまだあなたと一緒に、しかしここに来る途中。わかりました。それと暗殺はシャブ業からの命令ではありませんでした。少々待つ。本当に左右を見そうって特に証拠はありませんが、左右はここにいる。それこの狐、なんと言いますか。この木をとても気にかけている。刹は絶対に捕まらないぞ。ここにしましょう。私はシャッツァユ、先に準備。わかった。巫女姉さん行っちゃった。主に協力してもら、巫女姉さんはすごいんだ。主が凄腕なのは知っている。節を見す、今主の目の前で来る。節は十分な睡眠をとり、へへ。ならば、しかも、寝ると他の忍者たちは、同世代の忍者たちは、当たり前だ。主も起きて、そうだな。ちゃ、ダメダメ。このままでは、刹は、ただ、責任から逃げているの。やっぱり眠い。だって、つまんない仕事だらけなんだ。それに、重要な仕事は、刹よりもっと適した人。そこまで言うのなら、主が忍術を覚えて仕事を手伝う。忍術は主の冒険。主が努力して、刹も主のために頑張る。感謝する。主は、じゃあ巫女姉さん。おや、左右が待っ、彼は忍術に興味を持って。そうなのですか。しかし、ただあなたでしたら大丈夫か。あ、そうでした。一応この、でも安心してください。今は担当者に、こ、さ、そろそろに私たちについてきて。これは刹が、はあ、あな、忍者は任務中に奇襲訓練では、この小さい頃、いつも短い道だけど、でもそれほど大げさなものでも、刹が指導してあげるから。そんなこと言ってまたサボる。さあ、もたもたせず、か、わ、わかった。この子普段はとても不満、頑張ってください。形は精神と共にあれ。よくできたね。今回の成績を例えるなら、とてもすごいムジナだ。疲れたでしょ。お疲れ様。ちょっと訓練の後は師匠が点数をつけ。さあ言ったら、言われたことをはっきりと覚えているなんて。師匠はそんな人じゃない。師匠は、ふん、師匠が旅立つ前、せ、そう言われたのをちゃんと覚えているのに。眠たくない時はちゃんとやるよ。どんな季節でも
左右はぐっす、先ほどは上出来だったと思います。さあ、あなたは忍術ができませんので、左右には一人気負わなくても大丈夫だよ。またですか？人の口調を真似るのは良くないことですよ。ごめんなさい。ここになります。じゃあ分かりやすいよ。刹が教えてあげる。どうした？球体になり心配するな。最初はそうなのか？疲れた。しかも眠っ、それは刹じゃなくて獅子、強くて責任。そういえば主の忍術は師匠、師匠も忍者だと思う。身長は説より見た目だけだと判断。はいはい、おしゃべりはそこらへん。さて、つ待って、もうこの前約束したぞ。まあ休憩してらっしゃい。うん、説やっと休やっぱり何も。師匠は刹あの時もうこんなに経った。やっぱり睡眠時間が、ま、そんなことぐらい。師匠はただ笑。そんな時は師匠の主の方が博識だから大丈夫。成長なんとなく刹も木の下で寝たり。うん、ちょっと待って。この果物は全部、いやいや、たまにこう思うのだ。でも、そう考えると、将来、この木は、確かに、刹がいけなく身長を伸ばすことを何もわかっていない、今の主は、せめて、主の、え？さっき、でも、生活面において、そうだな。休憩が終わったら、また忍術、まあ、練習。私は精神と共にあれ。あの子、まあら、こんなところでお会いできるとは。はい、上里お嬢様が私に何かご用でしょうか。はい、私はさ、その子は忍者で
私が目を離す。ここはサエがよく居眠りする場所で、何か心当たりはありませんか？その子はと、わかりました。では私は、誰から聞いたのですか？それともでしたら、あなたはシャブ業に協力したことがあるお方、サユ？もしかし、それなら心配。たとえサユみたいな、もちろんあの子はまだ若いので、そのような思いし、どうしました？では念のため、シャブ業に行って、私は神社の巫女ですが、遅くなって申し訳ありません。はい、バレなくてよく、こんなピリピリした雰囲気、たとえ説うい、ただ強いて言うなら、でも説はそのような仕事、どうすればいい？え、そんなこと、説ってやられたふりか。わかった、でもすごくわかった。はい、すぐに彼は見つかった。な、早く待ち合わせ場所。左右、君が君、暗殺系の仕事は？説は、その、つまり…しまった。ま、いつもは終末版の命令を無視するの…説を甘く見るな。わかった。じゃ…止まれ、まだ行くな。おい。どういうことだ？そのような任務はないと。だから一芝居して…待て、誤解があるようだから、暗殺命令を偽装したのは事実だが、昨日、うちの子が行方不明、協力しなければ。ん？なんだかおかしい。そうなのか。ことの経緯は、あの時は本当、そこでふとこの命令を左右に任せれば、君に危害は加わら、そしてうちの、そのため、ああ、彼、君が無事で、ほ、話を聞いた感じ、つまり、ああ、もし軽率な行動をと、ならば、ね、そんなこと、説はこう思うのだ。ああ、その報告でうちの子を返してもらえ、大丈夫だ、説と、そうだろう、なら安らに、うちの子の命を。カイラギは見つかったようだ。主が暗殺されたことを知、やはりまともに交渉できないやつ。そうか、いつでも行動できるように。ちゅ、おい、忍者にしょ、ふん、所詮よそか。ただ残念なことに。じゃあ約束通り。はあ、なんだと。俺様は言った通り、お父さん、俺らはもう十分親切。このまま、そんな、お前ごときが、あいにく俺は気性が荒く、それとも大声を出した？そでも俺の子は。そうだな、そんなことできるわけない。そんなこと、お前の小さな、もういい、ちくしょう、このまま逃がすか。はあ、あとお前は、お前はもっとくに、さあ、お前は俺様のた、天理ジョーク、剣女盤石、全力攻撃。やはりこの剣はわかるかい？はい、はっ、おい、ここは、くん、これは、お前、さすが、少しでも動いてみろ。信じないのな、何が起きたんだ？主も終末版の忍術の、はあ、
このチビめ。そこまでだ。彼が報告にあった。そうだ、人質はもう救い出せたから。くそお父さん。お父さんが勝った。よしよし、もうな。さ、助けてくれた。このお兄ちゃんとお姉ちゃん。お姉ちゃん。どういっ優れた判断力と。左右、君もだ。先に子供を連れて帰るよ。みんなご苦労だった。改めて気をつけて帰れよ。お兄ちゃんと。少し待ってくれるか。このカイラギたち、初めてこういうことをしたと。でもな、その瞬間、それに最後、いや、いつもこの仕事がをぐっすりと言ってるうちに、いや、戻ってからに説を。左右、君、暗殺系の仕事。説は、そ、つまり。しまった。いつもは週末版の名。説を甘く見るな。わかった。止まれ、まだ行くな。どういうことだ。そのような任務は、だから一芝居して。待て、誤解が暗殺命令を偽装したのは、ち。おい、そんな。縛っておいた。はぁ、面倒。あら、旅人。状況は大体理解しました。しかし、このような偽りの命。はい、この後他に何者。ここにいると。この子は普段カノナナを心配させ。説は仕事。説はただ寝た。どんな仕事も。しかし初めて。皆さんも分かっていますよ。そしてこのまま。そんなこと。ごめんなさい。説はさ。はあ、あの子はただ、さゆちゃんの師匠が。それに実際、さゆちゃんは師匠の期待をずっと忘れず胸に傷。彼女を可愛がっていた師匠が急に。はい、お願いします。そうかも。師匠はただ切に、せよ結局成長というのは泣き言を言ってるのではないぞ。しかし、説はせめて、もう少し身長を伸ばす。うん、とにかく、あ、だからここに来る。Pues aquí llegaría el final del vídeo de los encuentros de Sayu con todos sus finales y logros. Y estos serían los logros que deberíais tener con Sayu, ¿vale? Son tres logros los que debéis conseguir. Aquí los tenéis, vamos a ir cobrándolos. Y luego también, pues vamos a cobrar ahora, en el otro lado, lo que nos quedaba. Básicamente, los seis finales. Vamos a ir a Misión Legendaria aquí, a este punto de acá, a Sayu. Y vamos a recoger todo. Para que veáis que lo tengo todo desbloqueado. Ya sabéis que si os ha gustado, suscribíos al canal de YouTube, like, comentario, atentos a la pestaña de comunidad, activad la campanita y también pasaos a conocerme por Twitch a partir de las 2 del mediodía hora de España, que ya sabéis que me mola mogollón que os paséis a conocerme. Como siempre os digo, muchas gracias por haber visto el vídeo, os quiero muchísimo y hasta la próxima.